松山みどりです。私は2021年この音楽空間音頭さんで1年間初針音楽即興音楽勉強会というものを開催させていただきました。そして2022年その初針音楽を経てじゃん、初針音会即興音楽セッション会を開催することになりました。即興音楽って何という方にご説明しようと思いますが、まず決め事のないまっさらな状況で音を出すということが即興音楽の初めの一歩になります。楽譜もないし指揮者もいません。さあそれで音を出して時間とか空間を共有して音楽を作り上げていくということが即興です。なんか難しそうだなと思っている方、難しくはないんです。簡単そうでなかなかできないこの即興音楽が原点に立ち返る最もシンプルな方法、そうです。そしてこの主波理ですが、守って破って離れるという武道の基礎的な考え方なんですけれども、それを用いて主波理音階にしています。楽器はどんな楽器がいいのと思っても、ピアノ、打楽器、管楽器、弦楽器、全然どれでも大丈夫です。そして今喋っているこの声、ボイスも劇とした楽器です。なので、ボイスとかピアノ、弦、管、打楽器、あとはこういう可愛らしい小物楽器、鈴とかベルとか、カンカンとか、紙とかでも音が出るものなら何でも OK です。それらを使ってみんなで瞬時に音楽を作っていこうというのが即興音楽セッション会です。自由な音出しの場を求める人たちの場作りということも目的にこのセッション会を始めようと思っています。お家で一人で楽器で吹いているけど何か物足りないなという方、何か面白い珍しいことやってみたいなとか、どんなことやるんだろうと興味を持った方、ぜひ即興音楽セッション会にお越しください。思考を捨てよ、音を出そう。皆さんの参加をお待ちしております。Thank you.